ペリューのケチュア族のフミスキ、チャキタクヤフミスキを用いるアイヌの女性フミスキとは、土を掘り返すための刃先を柄と同じ方向に取り付けた農具。フミスキは、掘り棒から発達してきた農具と考えられている。農業は、約1万5千年前に、東南アジアで始まった芋作農業に起源があると、される。農業が始まった当時の農具は、 掘り棒と桑だけであったが、桑が農業の開始と共に出現したのに対し、掘り棒は農業が始まる以前の採集や狩猟の時代から使用されていた道具である。掘り棒は農具の発達と共に踏みすきやシャベルに発達した。一般のすきが柄と直角に刃先が交わるのに対して、踏みすきは体重を柄にかけて斜め方向から地面に差し込むようにして利用し、 テコの原理で土を掘り起こす農具である。そのため、刃先は柄の先端に水平方向に取り付けられ、足をかける部分が柄に直角に取り付けられることが多い。踏みすきは前進しながら用いるものと後退しながら用いるものとあり、種子をまく人や土を砕く人などと組んで利用されることが多い。日本や東アジアは元より、東南アジア、南米、 アフリカなど世界各地に分布している。アンデス地域の踏みすきは有名で、現在でも、ペルーやボリビアの山間部で、斜面を工作するのに利用されている。アンデスでは、踏みすきを、ケチュア語で、チャキタクリアイマラ語でウイスあるいはユウソという。ABE イーヌ沼ホリ堀尾久シ、農具法政大学出版局、1976年、5ページ。イーヌマジロ郎。 堀尾久市農具法政大学出版局1976年5から6ページ。飯沼二郎堀尾久市農具法政大学出版局1976年7ページ。ありがとうございます。